あなたは一国の王なのです。少しは自覚をお持ちください。わかってるよラムジー。僕は僕なりに国王として考えているつもりなんだ。民を束ねるべき王があのように大暴れしては、民を不安にさせることになります。それにお命を奪われでもしたらどうされるおつもりです。ギバリ、お前の責任も軽くはないぞ。王をお守りすべき騎士が逆に王をそそのかしよって。それぐらいにしてやってよ。義は悪くない。僕が望んだんだ。いえ、黙りませんぞ。特に今年は王も12歳。言い伝えでは。迷信はもういいよ。それより問題は大風穴の帝国軍だろう。急がないと。レイドカーン王、帝国使節サギ殿がお見えになりました。サギ、よく来てくれたね。ナシラでは助かったよ。ありがとう。いえ、そんなこと。それより、バールハイトの巻中部隊が来ているとか。そうなんだ。ディアデムを包む雲の源である、雲の大風穴を占拠された。レイちゃん、早く行こうぜ。あそこを抑えられたらディアデムはおしまいだ。そういうわけでごめん。僕たちは大風穴へ向かう。例の話は戻ってからにしよう。よし、行くぜ、レイちゃん。お待ちください。それでしたら、僕たちに先行させてください。心配ねえよ。ディアデムの騎士団は最強だ。いえ、騎士団の力を疑うわけではありませんが、彼らは想像以上の兵力を有しています。それに、マキナカが止められないか、まずは話してみたいのです。わかった。君に任せてみるよ。でも、ディアディムに侵入した連中を放っておくつもりはない。後から僕たちも向かう。いいかい？はい。どうした？ディアデムに巻中部隊が来ています。どうやら大陸の中枢を占拠し巻中を始めるつもりです。止められるか？やってみます。無理はするな。今回の任務はレイドガン王の協力を得ることだ。分かっています。でも、目の前で侵略が行われているのを放っておけません。そうだな。君に任せる。だが、何かあった時は連絡を忘れるな。はい。まずまずですね。サダル・スードとアムエムエもこの調子で頼みます。
ナスカ、大丈夫か？ここはお前に任せることになるな。うん、やれるよ。新しくもらったあれがあれば。シャナト、俺もここに残るわけにはいかないか？ダメです。それぐらいわかるでしょう、ヒューズ。そんなに弟が心配かい？新参者が口を挟むな。はいはい。でもね、あんたの弟に新しいおもちゃを用意したのは私なんだけどね。それは感謝している。それぐらいにしておきなさい。そろそろ戻りましょう。ナスカ、頼みますよ。シャナト！おや、これはこれは軍務官の犬殿ではないですか。教えてくれ、なぜそこまでマキナカにこだわる？他の国に乗り込んでまで、なぜだ？ネロに聞いていませんか？簡単な理由です。全てをマキナカし、帝国の支配を広げるためですよ。戦争になるぞ。そうですよ、だからやってるんじゃないですか。君と話し合うつもりはありません。ヒューズ、バララ、ナスカ、お相手して差し上げなさい。ボクちゃん、まだ首を突っ込んでたのかい？ボクちゃんみたいな坊やには向いてないんだ。そろそろ蹴りつけさせてもらうよ。
これでいい。せい。はは。これを。ナイスタイミング。
そ、油断した。ナスカ、マキナアルマだ。うん。動くな。やったのか、詐欺。あ、レイシャー、形勢逆転ですね。さあ皆さん、離れてください。動けばレイドカーンの命はないと言いたいところですが、生かしておく理由はありません。好都合ですよ。このまま死んでいただきます。そうはさせん。おやじ、ランバリ殿、この、ラムジー、ディアデムの死をなめるな。うわ、やめて、ランバリ殿、やめて。セルシカさん、いやー、 これは影。こんな時にマルペルシロも場所をわきまえてほしいもんだ。ナスカのマキナアルマは出せているのですか。殺しちゃっていいんだよね。上出来です、任せましたよ。バララ、ヒューズ、引きますよ。まずいわ、まさか詐欺また、みんなマグナスにされる。ライスマンに会いに行くです。自分の心の力に溺れてしまう。非常に懐かしい気がする。空が見えない。準備できた？準備？なんだっけ？クヤムへ行く準備だよ。ワイズマンに会いに行くの忘れたの？クヤム、ワイズマン、そっか、また飛ばされて。ポルコ、マーノ、早く来ないと置いていくぞ。あ、待てよ。またここか。くそ、早く戻らないと。セルシカさんが。落ち着け、詐欺。いつ戻るかわしらにはどうにもできんのだ。ここにいる間は流れに任せてみるしかないだろう。揃ったようだな。これからクヤムへ向かう。もちろんワイズマンに会うためだ。ワイズマンへの直訴、本気なんだな。そうだ、
出ないとこの世界は終わる。マグナス化政策は狂っている。ええ、人の本質をマグナス化してしまうなんてね。物をマグナスにしてた頃は良かったさ。俺だってこりゃ便利だって思ったけどよ、人間まで物と同じようにしようなんてどうかしてんじゃねえか。心の力に頼りすぎたのさ。まったく、すべては心、心ばっかり鍛えてよ。心に力があれば翼だって魔法だって思いのままだからな。その力に溺れた者がこんな恐ろしいことを始めたのね。体がなくなるのはオイラ嫌だ。みんなと手をつなぐことだってできなくなるよ。それをワイズマンに伝えるんだ。そしてマグナス化をやめさせる。急ごう。こうしている間にもマグナスにされる人が増えてしまう。ねえ、マグナス化マグナス化って言ってたけど、それどういうこと？この世界の人たちは人をマグナス化できるっていうの？私たちの世界じゃ生き物は絶対にマグナス化できないのに。前にこの世界に来た時に見ただろう、体のない心だけの存在を。いや、見たというのは不適切だな。感じたと言った方がよいか。つまりあれのことだろう。マグナスは物事の本質。あそこで見たのは人の本質？人のマグナスだったってこと？ワイズマンとやら興味あるな。わしらも行ってみよう。行ってくるよ、クイス。気をつけて、リスター。無茶しないでね。大丈夫だって。ちょっとワイズマンに文句を言ってくるだけだよ。ティスタとクリストの婚礼も近いんだ。無茶はしねえよな、ティスタ。ティスタ、ほらティスタ、バカね、何黙ってるの。クリスが心配するじゃない。ああ、無茶はしないよ。じゃあ行ってくる。はい。ペッツ、お土産ね、お土産。ああ、分かってるって。期待して待ってろ。